今の就活の状況ってどんな感じですか？今こんな状態ではあります。内定もないので違うなって感じましたね。就活をしてるっていう人は全くいないんですよ。わかるわかる、めっちゃわかる。もうやばい。どうも、しゅんです。こんにちは。今日はですね、地方就活生の就活事情を聞くために新潟県にやってきました。今回はモザイクワークという会社にお邪魔して、実際の新潟大生に来ていただいて、新潟および地方の就活事情を聞けたらなと思ってます。では行ってきます。実際の新潟県にお住まいの大学生の方3名にお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。お一人ずつ自己紹介の方をお願いします。新潟大学創生学部3年の森田彩乃です。彩乃です。癖強いな。一人目からちょっと癖強いな。お願いします。新潟大学人文学部4年の刈込明宏と申します。よろしくお願いします。新潟大学卒業生鳥海恭平です。よろしくお願いします。鳥海君卒業したんだね。そうですね。完全に大学生だと思って聞かせてると思って何でも言ってたっていう。あ、そうなんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あやなつさんは先月から、まあ、大学3年生になってるので、世代的には就活生っていう風になったと思うんですけど、情報のゲットの度合いっていうのは、新潟就活チャンネルをやってるからある程度知ってるけど、多分やってなかったら何も知らないのかなと思います、周りのお友達から聞いたりしないんですか？友達はいないですが友達というか、あのゼミのメンバーから聞いたのは友達でやる。学部にビクナビからの就活情報講座みたいなのがあって、そこでインターン情報をもらって頑張らなきゃなって思ってる子もいるし、特に考えない子もいるみたいな。金沢大学の4年なんですけど、少ないよね、まだ動き出しは遅いと思う。そうですね。私、妹が東京にいるんですけど、妹も同じ学年なんですけど、妹はもうインターンとか、結構積極的に応募しようっていう、そういう気持ちみたいで、そこでもやっぱ違うなって感じましたね。あ、そうなんですね。さん、今の就活の状況ってどんな感じですか？とりあえずその新潟就職を目処に考えていたので、3月に大体他の学生とか結構エントリーシートとか3月にも行ってバーってくると思うんですけど、自分金融のメインで受けていたっていうので、あまり波に乗らずにこうみんなやってんだなみたいな感じでちょっと遅れてしまったところもあって、4月に入ってまたエントリーシート書き始めて、面接がまたこれからになってしまうので、ちょっとペースが遅れているところもあって、いつもそうすると手駒は少ないっていうのは今どんな状態ではあります。内定もないので。どれぐらい受けてるんですか、会社は？あまり志望度高くない企業も含めて20から25ぐらいあとは思うんですけど、適当に書いたところもあったので、結構バタバタ落とされてはいるんで、面接に関してはまだ全然受けれてないし、これから金融系が登録者ほど入ってますけど、別に遅い感じはしないんですけどね。まだ6月まで内定出てないとか普通な気がします。だって内定率まだ世の中的にも 38% とかデータ出てたじゃないですか。だから遅くないと思うんですけど、周りの友達とかどうですか？自分人文学部って文系の学生なんで、まだ多くも知らないんですけど、自分の周りが公務員志望の方がすごく多くて、わかるわかる、めっちゃわかる。もうやばい、共感。それは文会とか行ってもみんな公務員の話しかしないんですよ。で、俺はみんなわかる、それは公務員志望の話してない。金沢大学も経済学部でたんですけど、半分ぐらい公務員になるんですね。で、法学部は公務員志望が8割ぐらいなんですよね。だから東京の企業に目指すだけでも結構珍しいですね。新潟大学もそうなんですか？そうですね、東京志望の人自分の周りだといなくて、民間であっても県内企業を志望する人がそんな多いなっていう印象ですね。学部によるんですかね。あれのそのところは理系ですよね。どっちもいる学部なんですけど、ちょっとわからないです。自分が入ってくる。トリビ君はいかがですか？そうです、僕はもう卒業して、でも就活という就活は全くしてなくて、思い出して言うと僕工学部だったんで、もうみんな妊娠ばっかりで、就活をしてるっていう人は全くいないんですよ。あ、そうなんですね。全くって言ってるのはちょっと乗ってるかもしれないですけど、少なくとも僕の周りにはいなかった。みんな妊娠で、いたとしても若干スタートが遅いんですよ。僕の友達で言うと銀行に一応受かった人なんですけど、始めたのがもう8分
くらいかな。4年の、うん、そうですね。なので、就活の期間というのは、あんまり持ってる印象は正直、僕の方ではなかったです。地方企業でも魅力ある企業もいっぱいあると思うんですよね。知られてないけど魅力ある企業も新潟県にもいっぱいあると思ってて、そういう企業を皆さんはどうやって探してるんですか？新潟就職ってなると存在ワークさんとかいろいろあると思うんですけど、全然知らなくて、ハガキとかで新潟就職応援団っていう新潟県の就活サイトみたいなのがあって、面白い。そこの企業説明会行ったのが初めてで、はい、そこに新潟の企業さんっていうのがたくさんいて、そこで新潟企業を知る機会にはなるんですけど、うん、他だとなかなか知る機会っていうのもモチベーションが低かったのもあるんですけど、うん、そんなに知らなかったです。すっごいでっかい企業さんとかだとさすがに知ってるとか出てくるんですよ。でもめっちゃ課題って課題ですよね。企業を知る術が燃えつかないんですよね。僕もめちゃくちゃ体験したんですけど、リクラブはマイナスさんの登録しました。登録しました。おお、使いました。ちょっとだけ。ちょっとだけ使ってない。使ってない反応だったけど。あれで言うと、正直新潟の人、僕の感じとしてはあんまり意識が高くないです。就活に対して。なんでそのリクナビのメールがじゃんじゃん入ってくるのがすっごい欲しいっていうか。それは新潟の企業から多く来るのか、それとも関係なく。あ、それで言うとどこの企業なのか分かってない。もういっぱい来すぎて、それが新潟の企業なんだっていうことも分かってない。あ、そうか。リクナビとかだと、新潟大学の留学の人が応募した企業ランキングみたいな。はい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 、はい。そうすると、県内企業もあるんですけど、大体大手か、うん、ニトリとかそういう、日本のでっかい企業しか出てこなくて。まあ、そうするとみんな、とりあえず新潟の方とか、プレエントにしとこうみたいな感じになるんですけど、そうすると、中小っていうのは知る機会がなくて、うん、自分、結構前からですけど、キャリタス。ああ、知ってる。はい、ありますかね。キャリタスは、リクラビジョンに私たちこういう企業ですね、いろいろバンバン来るんですよ。めちゃめちゃ来るんですけど、そこそこ新潟の県内企業向けのメールが来るんで、うん、そこで少し、あ、こういう企業もあるんだなっていう知る機会にはなってますね。そういうことか、はい。企業から来るものに対して反応して知る機会になるっていうことで。そうですね。自分から知る機会は少ないかもしれないですね。なかなか中小って知らないことが多い気がしますね。はい、私はあの学部の授業の一環でインターンシップみたいなものがあって、そこまで大きくない中小企業とか大企業もありますけど、うん、そういうのが参加企業としてあったので、そのリストに載ってたものは知ってたりしてます。あ、参加してる子もいたので。大学の中のプログラムに入ってたら確かに知る機会になりますよね、うん、いい学部ですね。今回新潟大生って一つの学部だったと思うんですけど、皆さん3人ともなんかそれぞれ違うじゃないですか、路線が。だからすごい面白いなと思いました。いろんな地方大学あると思うんですけど、結構新潟大学ってもの事情っていろんな地方大学にもなんか適用されるというか、結構あるあるだなと僕も聞いてて思ったので、今回のお話共感できたらコメント欄にぜひ教えていただけたらなと思います。あとこういう悩みがあるとか、こういうあるあるがあるっていうのも教えていただけたらなと思います。今回新潟就活チャンネルと前編後編になっているので、下の概要欄にあやなすが MC をやられている新潟就活チャンネルの動画も貼ってあるので、よかったら後編そちらから見てください。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。新潟大学生のこういう企業に行きたいっていう、新潟の大企業がいいです。地方で暮らしたいって気持ち、いろんなものを吸収したいって気持ちが。トリビ君って今って何してるの？僕は今就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。